お疲れ様でございます FX 相場解説19週目の見通しについてえ材料からお話ししたいと思います19週目はですね5月の6日から始まりますそして5月の10日までの5日間になるんですがあ月曜日は早速ねこのお休みということで日本市場ありませんえそれから18週目がですね介入によって結構ね消耗したと思いますので6日まで基本的に休んでいただきたいと思います もちろん私の方では軽く相場解説のはいたしますけども、やっぱりね、基本的には、うん、介入みたいな特別なことがない限りは、休んだ方がいいと思います。こういう風なね、片手落ちの時。片手落ちの時はどういうことかっていうと、私たちはドル円で取引してますから、アメリカ市場が休みの時、もしくは日本市場が休みの時は、普段のテクニカルとは別の動きをする可能性が大きいんですよね。まあ、そういうことになってきますと、まあ、相当な理由がない限りは、 fx のね、えー、方は休んで基礎を固めたりとか、生活環境とかを整えたりとか、まあ今回みたいにもう割り切ってパシッと4連休組むとかね、そっちの方がよっぽどリラックスして頭切り替えられてよろしいかと思いますので、5月6日月曜日に関しましても、これはね、もうお休みでよろしいんじゃないかなと思います。もちろんトレードをすることを否定するわけではないですけども、まあそもそも月曜日がね、様子を見る一日ですから、 そのぐらいの気持ちで構えていった方がいいんじゃないかなと思います。7、8、90以降、20週、21週、22週と、5月はあとはね、基本的には介入の危機も過ぎましたんで、ずっとテクニカルでやっていけるものだと思いますんでね、しっかりと利益を取るチャンスは、5月は十分あると思います。で、その中でも、5月6日の材料を探すわけですけども、まあ、特にないですね、やっぱりね。5月6日は穏やかにスタートすると思います。もしかしたら値動きがそこまでね、ないかもしれませんね。 はい。そして火曜日ですけども、日米ともに午前中は特に何もないという状態なんで、じっくりとテクニカルに声を出していただければと思います。えそして夜になるとアメリカもう入ってないですね。はい。本当に緩やかな月間になると思います。水曜日はどうでしょうか水曜日も、まあアメリカの材料20時以降に入ってますけども、これといってないんですよね。うん。水曜日も月間と同様、 まあ、テクニカル通りに弱い動きが、まあ、あの予想されますね。木曜日はいかがでしょうか。木曜日は日本市場から午前中ちょっとは出るわけなんですけども、まあ、大体それにとどまって、えーと、夜も何もないということですよね、まあ。アメリカで失業保険の自給者っていうのがありますけども、これ多分失業保険の自給者はそんなに伸びないんじゃないかなと思いますね。はい、大きな動きにはならないと思います。で、えー、もう金曜日。 金曜日は日本からの材料数は多いんですけども、それぞれね、そこまで市場に大きなインパクトを与えるものではないかなと思うんですよ。うん、まあでも、金曜日が唯一ちょっと材料が入る一日になるかもしれないですね。はい、その他特には、これは気をつけてってものがありません。はい。アメリカも土曜日に食い込んで、4月度のね、月次政策が出ますけども、 そうですね。まあ、一週間見て、やばいぞ、この材料っていうのがありませんので、穏やかにテクニカルを進めていただければと思います。ただ、あまりにも材料がなさすぎて、値動きがね、あんまりないかもしれないですね。はい、まあ、介入は追加で入る可能性はも,もうないと思いますんで、その辺気にせずにあの、本当に市場のテクニカル理論だけでやっていただければと思います。はい、それでは以上です。